皆さん、こんにちは。ごめんなさい、通りますね。ごめんなさい、後ろ失礼しますね。こんにちは。皆さん、こんにちは。集まってくれてありがとう。もうすぐ恐竜たちがお散歩にやってきますよ。カメラは準備できてますか？シャッターチャンス、逃さないでくださいね。おっと、もう鳴き声が聞こえてきましたよ。皆さん、大きく広がってみてくださいね。もし近くに小さなお友達が来たら、お子さんだけでもマイルレスに入れてあげてください。ご協力をお願いします。改めまして、皆さんようこそジュラシックパークエリアへ。私はこのパークで恐竜の研究や飼育をしているパークレジャーです。あれ？あ、もう小さな赤ちゃんがやってきましたよ。ではこちらの皆さん、それではご紹介しますね。先頭でやってきたのは小さなトリケラトプスの赤ちゃんです。まだ生まれて1ヶ月だもん。トリケラトプスとか赤ちゃんって優しく声をかけてあげてくださいね。順番に皆さんの目の前まで行きますね。大きく広がったままで待ってあげてください。あれ？大きなステゴサウルスがやってきましたよ。じゃあみんなに問題出してみようかな。ここにいるトリケラトプスの赤ちゃんもステゴサウルスも同じ歯を食べるんです。じゃあお肉は食べるんじゃないかなって思う人。お肉はいない？じゃあお魚じゃないかなって思う人。お魚？葉っぱを食べるんじゃないかなって思う人。はい、皆さんありがとうございます。よく観察してましたね。そうなんです、もう後ろでご飯食べ始めてました。葉っぱを美味しそうに食べていますね。近くの人はどんな風にお口を使っているか観察してみてくださいね。牛さんみたいにね、氷奥まで葉っぱをすりつぶすようにして食べるんです。大人の葉っぱ好きだよね。おいしい。首をかしげてるように見えましたね。それではこの子を順番に皆さんの目の前まで行きますよ。近くにいたら優しく声をかけてあげてください。どうぞ皆さん、トリケラトプスの赤ちゃんともお写真撮ってあげてくださいね。ここにいる恐竜たちはみんな女の子です。ぜひお目目パッチリ開いた可愛いお写真撮ってあげてください。あ、いいですね、一緒にお写真撮ってるみたい。ありがとうございます。とても可愛いでしょ。ねえ、トリケラトプスの顔に小さいけど角があるの見えますか？何本あるかな？1、2、3本。そうです、3本。トリケラトプスっていうお名前は3本の角を持った。どうしたの？どうしたの？大丈夫、落ち着いて。ごめんなさい、ちょっと興奮してます。皆さん、そのまま動かないでくださいね。どうしたの？大丈夫だよ。あれ？皆さん、あそこ何分が近づいてるんですよ。大丈夫ですよ。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで飼育している恐竜が人を襲うことは絶対にありません。皆さん、その場を動かないでください。落ち着いて。ナンカー、ナンカー、大きな声出さないで。ナンカー、いいよ、入っておいで。さあ、こっち、みんなこっちにいるよ。ナンカー、あー、お肉ちょっと隠しててくださいね。ナンカー、入っておいで。さあ、こっち、シャッターチャンスですよ。なんか、インカメとかにして、ね、一緒に写真撮ってみてもいいかも。入って、私たちみんなここにいるよ。かわいいね。もう
着いたね。動かしちゃってごめんね。早く仲間に入りたくて慌てちゃったみたいです。じゃあ近くの皆さん、手をまっすぐ上に上げてみて。大きく振って、ほら、みんなのことじーっと見てますよ。しっかり目を見て心を通わせれば、きっとラプトルともお手の立になれるはずですよ。しっかり目を見て。ありがとうございます。お散歩嫌なのかな。よかったね、ラプター。お友達いっぱいだよ。お友達になろうって言ってるよ。食べてくれたね。ありがとう。さあ、トリケラトプスの赤ちゃんとステゴサウルス、そしてラプトルが皆さんに会いに来てくれましたよ。ぜひ、多く観察して興味深さになってくださいね。みんなと何かお話ししてますね。ステゴサウルス、とっても優しい顔をしてるでしょ。そこで一番のカメラで撮れば一緒にお写真撮れるんじゃないですか。頑張って。やったー。ありがとう。ただ皆さん、ステゴサウルスの尻尾には気をつけてくださいね。ほら、大きなトゲがついてるでしょ。そうそう、お兄ちゃんよく知ってるね。この尻尾をブンブン振って肉食恐竜と戦うこともあるんですよ。トゲが4本もついてる。皆さん気をつけて。とっても大きな爪だね。大丈夫？そこ気をつけてあげて。気をつけて。ラプに住んでる友達がいっぱい出てますね。なんかよかったね。友達いっぱい出たね。仕事のランプも。お挨拶してますね。すごい、お兄ちゃんの動きを真似して一緒に頭を動かしてましたよ。はい、やった。お友達いっぱいだよ。手をまっすぐ上に上げて。そうそう、はい、やった。何？どうしたの？何か言ってますね。あんなのこと。わあ。皆さんも気をつけてくださいね。ラップの尻尾が目の前に来たときは、お姉さんみたいに素早くしゃがんで尻尾を避けてください。みんなできる？一緒やってみましょうか。頭を押さえて、せーの、しゃがんで。そうそう、もし尻尾が近くにいたときは、皆さん上手にしゃがんで避けてください。特に大人の皆さん、油断してるとお顔に行きますよ。気をつけてくださいね。あ、近くに来ましたね。あ、危ない、しっぽ、しゃがんで。皆さん上手に避けてくれました。ありがとう。ラプター、あなたしっぽ長いんだから気をつけて。こっちの皆さんも油断しないでね。もししっぽあったら素早くしゃがんでくださいね。ちゃんと向き合ってお話ししてるね。ラプター、お友達いっぱいできてよかったね。すごく楽しそうですね。あれ？近づいて、下がるな。一緒に入っておいでって誘ってるみたい。そうだ、ねえみんな、お姉さんのカバンから出てきた。じゃーん、この卵から生まれてくる恐竜はステゴサウルスでしょうか、トリケラトプスでしょうか、それともラプトルでしょうか。みんな、ここから生まれてくる恐竜はどの子だと思いますか。この卵だよ。じゃあね、お姉さんせーのって聞くから、みんなこの子だと思う恐竜を指さして教えてくれますか。はい、この卵です。みんな決まった？ここから生まれてくる恐竜さん、誰かな？決まりましたか？じゃあ行くよ。せーの、ラプトル。ラプトルが多いのかな。ステゴサウルスもいっぱい指さ
みんな赤ちゃん生まれるのを楽しみにしててくださいね。ここにいる赤ちゃんで卵から生まれて大体1ヶ月くらいです。ほら見て、もうお顔も入らないくらい大きくなっちゃいました。みんなトリケラトプスがどれくらいまで大きくなるかは知ってるかな。知ってる、ステゴサウルスくらい。そうだね、お兄ちゃん大きな声でありがとう。ここにいるステゴサウルスが7メーター弱くらいなので、そうですね、もう一回り大きくなるかもしれません。そうそう、最大9メートル、消防車もはしご車くらいまで大きくなるんだよね。よく知ってるね、ありがとう。おっとっと、ステゴサウルスが尻尾を振ってますよ。近くの人は気をつけて。危ないからじゃなくて楽しくて言ってたみたいですね。皆さんお写真撮れましたか？もし近くに小さなお子さんがいたら、お子さんだけでも前に入れてあげてくださいね。よろしくお願いします。生まれて1ヶ月くらいの赤ちゃんだから、触るとびっくりしたのでその場で手振って呼んであげてくださいね。みんなラプトルの尻尾が来たらどうするか覚えてる？頭を押さえてしゃがんでね。その角のあたりとか気をつけてくださいね。向こう帰るとき尻尾がそっちに行くかもしれません。あ、いいな、そうやって撮れば通常撮りたいに撮れますね。すごい、ありがとう。大丈夫だよ、お土地は大きいけど優しいから、お友達になったらいいね。素敵なお写真が撮れてますね。あ、赤ちゃんのお写真上手に撮れた？ありがとう、上手に撮れたみたいだね。さあ、そろそろ恐竜たちのお散歩の時間はおしまいです。皆さん、写真は撮ってくれましたか？他の方が上手に場所を交代してお写真撮ってあげてください。